はい、えー、こちらです。なんか、この人も最近、薄いな。薄い。ね、薄い。<laughs> なんか、東京都の知事選挙が、えー、41人ぐらいに, <laughs> になるらしいね。で、選挙行って、えー、投票する人って、 意外とね、あのー、番号が若い人に入れる傾向が強いらしいね。<laughs> なんか僕も聞いたことあるんですよ。あるところで。やっぱり、えー、届け出順に、あの、1番から順番に行くんやけど、あのー、まあ、今回やったらこう、東京都の知事なんですよね。東京都の知事を決めるんやけど、あの、議会なんかの場合ね、 何十人ってあの <laughs> 複数人が合格する選挙なんかの場合は届け出順がやっぱり、えー、早い方が得らしいで、ね、書く時に、えー、一番最初の方にあるから、まあ、とりあえずする書いとこうみたいな人がおるらしいねでまあ今回はこの、えー、まあ少数派になった。 少数派になった NHK 党があなんかやっててね。んでまあ不愉快やという人と正直ね不愉快やっていう人とルールやねんからええやんって言ってるこの人たちやなルールがそうなってないねんから何やっても OK やみたいな人と、えー、不愉快な人がおってで結果として、えー、どうなんねんっていう話やねんけどね。 僕はね、えー、今回東京都知事、東京都の知事の選挙で、えー、まあ論点があるとしたらね、まあ普通に考えて、まずね、えー、ゆり子ちゃんや。小池ゆり子ちゃんが、小池ゆり子ちゃんが東京都の知事になってから、東京都は変わったんかどうかなんですよ。東京都がね、例えば住みやすくなったとか、 お金やな。東京都に住んでたら、すごいお金がもらえるとか。例えば、都市行った人やったら、都市行った人が東京都住んでたら、すごいね、利便性がいいとか。ゆり子ちゃんになってから変わったんがどうかやん。まずはね。で、二つ目が、あ、ちょっと物の言い方が、物の言い方が、ちょっときつい、蓮舫っていう人が、 蓮舫っていう人がね、あのー、なったとしたら、えー、世の中が変わんのか蓮舫さんがね、蓮舫さんが東京都知事になったら変わんのかで、三つ目ぐらいあんのが、あのー、広島のね、あのー、市長やった人やな、広島県の市長やった人が、まあ、東京都に売って出る。僕もね、ちょっと興味があるから、 あのー、東京都の知事選挙に出るあの人の、ええー、まあ、インタビューとか、対談とか見たんやけど、おそらくね、あのー、広島県の市ではあ、世の中は変えられへんから、だから東京都の知事になんねんってあの人は言ってたけど、言ってたけど、 おそらくね、あの人が、まあ、知事になったら、多分ね、えー、考え方が分かれへん。考え方がね、ついていかれへんか、考え方が分かれへんっていう人が、えー、結構多数出て、あれはあの人はあの人で多分ね、だいぶこぼれると思うんですよ。こぼれる。けどね、今の、あのね、世の中の景気が悪い時は、 世の中の景気が悪い時はねあの往々にして世の中ね景気が悪い時はあの偏った論理世の中の景気が悪ければ悪いほど偏ったことを言う人の方が、えー、支持はされやすい傾向がある世の中偏った人がおる方がねあの景気が悪くなったりとか問題がある時に限ってそういう偏った人の方が あの、一気に、えー、行くことがあんねんけど、結果はね、えー、世の中は変わんのかって言ったら、おそらくね、変わらない。世の中の根底は変わらない。えっとね、大阪府やったらね、大阪の話やったら、あ2、3日前やったかな。なんか、大阪市長やった。 大阪市長やったか、知事やったか、もうどっちでもええねんけど、関さんっていう人が亡くなったって言っててんな。関さんっていう人が亡くなったってニュースになってんけど、僕ら大阪にずっと住んでたけど、あら、こんな人おったっけみたいな。関っていう人ね。こんな人おったっけで、その次やな、あの、知事になったけど、あのあ、も毎日放送の、 毎朝その元アナウンサーの平松さん。あーテレビで見たことあるわって知事になっててんけど、えー、世の中変わったんかって言ったら、えー、変わってないねん。はははは。実は、大阪府の知事ね、有名な人がなっても、世の中変わらない。で、ちょっと前やったら、あの、大阪府の知事に、あの、横山ノックさんね、 ノックちゃんがなってたことあってんけど、横山ノックさんが、あの、大阪府の知事やってた時に、世の中が変わったんかって言ったら、おそらくね、変わってないんですよ。変わってない。ということはね、おそらく、えー、知事が一人変わったぐらいではね、知事が一人変わったぐらいでは、世の中は変われへん。うん。かといってね、あのー、 なら、俺は国会議員になるわって、俺国会議員になるからって言って、国会議員に、例えば、立候補して、まあ、小選挙区で国会議員になったとしたら、その人が、ね、どんな能力があっても、一人で、一人で国会に打って出ても、世の中は変わらない。世の中はね。まあ、 シビアなとこ言うと、300とか350分の1や。言うと悪いけど、350分の1ぐらいの、になった人が、350のうちの1人になった人が、世の中が大きく変わるわけがない。ということは、今の世の中変えんのは、あの、選挙では変わらないねんもう世の中は、選挙で変われへん。で、まあ、こういう人たちやな。 こういう人とか、あと、原田翔太やったかな。今,今回フルネームで言ったらけど、原田翔太っていうやつが、ええー、300万教託金払って、これで知事になれへんかったら、ホームレスやとか言うてんねんけど、そんなん関係あれへんやんて。<laughs> 関係あれへんやんて、原田翔太がホームレスになろうと。家やったら出んかったらいいのに、無理して出てやれ。 世の中は変わると思ってんねん。世の中は変われへんど。今日も、ちょっとある人と電話で話してたんやけどや、ね、で。世の中は変わる、世の中が変わるときっていうのは、よほど大きな事件事故。大きなね。よほど大きな事件事故があって。で、やっぱり、すごい、あの、勢いで、あの、世論を巻き込まないと、 世の中は変われん。これね、えー、まあ僕らあの学校で教えてもらったんやったらね、分かりやすいのが、第一次、第一次世界大戦が終わった後、敗戦国になったドイツが、ね、恐ろしいほどの賠償金払わされるドイツが、結局、えー、恐ろしく、スーパーインフレみたいな状態になって、どうしようもなくなった時に、 そこら歩いてるただの人やった、ただの人やったような人が、突如としてみんなに耳障りのいいことを言うわけやん。耳障りのいいことを言ってね。で、そのうち、えー、その後、ナチスドイツ党みたいなの作って、で、議会掌握して、で、とうとう、えー、そのドイツのトップになって、その後、いよいよ戦争まで起こすわけやん。 ここってね、やっぱすごく大事なところでね、世の中が変わるためにね、何がとか、何かの取りがきっかけがない限り、世の中が変われん。で、今回やったらえ、ね、で、えー、東京都知事。確かにね、東京の予算っていうのは、東京都の予算は、下手したら東京都の予算だけで、 ええー、まあ他の外国の国一つの予算ぐらいのお金が動くわけやねんけど、でもそれで東京都の知事が変わったら、考え方が全員変わって、急にね、東京都が良くなるのかって言ったら、過去に変われへんかったんよな。例えば東京都知事で僕ら覚えてられんじゃったら、石原慎太郎さんやな。亡くなりあったけど、 石原慎太郎さんっていう人は、えー、良くも悪くも、はい、いいえでしか物が言われへんから、すごくね、あの、聞いてて、心地いい人と、不愉快な人が半々ぐらいの石原慎太郎さんでも、東京は変わらんかった。今、今ね、世の中に、離婚した人じゃなくって、離婚しますっていう人でもなくって、この人やったら、 この人やったら世の中変わるんちゃうかこの人やったら、どっかおるって、この人やったら世の中変わるっていう人、おそらくいないと思うね。ないわ。国会議員の中でもおれへんっちゃう国会議員の中でも、この人はすごいやんって言う人って、いないのよ。いない。 だから、こんな人たちが出てくるんやろうな。うん。今日やったか僕もね、あの、関係ないところから聞かれてんけどね。あの、なんでこんな人とか、世の中がおかしくなってんのんて、世の中が、確かに世の中おかしくなってるわ。なんで世の中おかしくなってんのんって言ったら、答えは、それはすごく簡単で、 世の中がおかしくなるときっていうのは、世の中がおかしくなるときはね、必ずね、人の上に立つ人、人の上に立つ人が、あのー、ぼさーっとした人が、人の上に立つと、世の中おかしくなってくんねこれ会社でもそうやねん。世の中でもそうやし、会社でもそうやねボぼさーっとした人が、 会社の、会社のつ中枢部に、ぼさーっとした人おったら、みんなぼさーっとすんねん。逆にね、ちょっとあの人やばいんちゃうのっていうぐらい、あの人やばいんちゃうのっていうぐらい、すっごい仕事ができる人がおって、その、すっごい仕事ができて、いろんなところに目くばせができるような人が、会社の中枢部に入ったら、みんなやっぱり、 それそうにやっぱり仕事もするんよな。仕事もすんねん。で、結局どうやねんって言ったら、東京都がこれじゃあな。東京都がこれやったら、結果は何も変われへん,、うん。僕はやで。あの、まだ立候補までは日にちがあるけどやで。まあ、そうやな。あ 東京都がこれから勝ち抜いてきて世の中に影響力を与えている人がね世の中が変える可能性があって誰か一人選べって言うんやったらいないやろ今は、うん、まあ僕はね 大阪府、やな、大阪府と大阪市が、あのー、ねじれてた大阪市と大阪府が、えー、一本化して、で、なおかつ黒字化、赤字ばっかりやった大阪府が黒字化して、今や日本で一番の、日本で一番の税収がある都市になってこれはなんでなんて言ったら、えー、おそらく、えー もう引退しちゃったけど、橋本、橋本徹さんと松井一郎、この二人が、あの、いたから、やねんけど、橋本さんが、あ政治辞めて、政界辞めて、松井一郎さんも辞めて、結果、どうなってんのって大阪府は、ちょっとずつまた、元に戻ってきてんのよな、また。<laughs> これね、元にちょっと戻ってんねんてなんか嫌な空気するよなってみんな言うてんのがここやねん。結果、やっぱりそうなんよな。世の中を動かすだけの原動力、もしくは行動力のある人が、やっぱり上に立たないと、やっぱり緩くなっていくねんで、ね、みんな。そうやで、ね。まあ正直ね、こういう人たちが普通に世の中歩いてるような、 状態ではね、特に東京都にこういう人たちがおる限りは世の中よくはならんやろ。それを分かった上で、そういうのを分かった上で、東京都は選挙に行くべきじゃないのみんな。あのね、行かないっていう選挙はね、行かないっていうのはね、あの、アピールにはならんから。うん、誰かに入れる。 もしくは、ほんまに入れる人がおれへんやったらね、白紙でもいいから、行かなあかん。でないと、僕も実はあのー、選挙はね、ほとんど選挙があるときは行ってんのよ。行ってんねん。めんどくさいな。選ぶ人おれへんやんいうときでも、白票でも入れに行ってんねんや。なんでって言ったら、 自分たちが選挙に行かなかったら、自分たちが選挙に行かなかったら、結果が気に入らん、結果がね、気に入らん人になったりとか、選挙に行けへんかって、自分たちのシステムがおかしくなったら、税金が高くなったりとかね、生活がおかしくなった時でも、選挙に行けへん人はね、文句を言う資格がないはずやねん。選挙自体行けへんわけやから、 ということは、世の中はどんな風に変わっても、文句を言えへんという人が選挙に行かない人やねん。だから、こういう人たちがアホみたいなことやってんのを、誰かが止めなあかんと思うんやったら、選挙は行かなあかん。僕はね、あのー、個人的に大阪市民ではあるんで、今でも。田舎にいけるけど大阪市民なんで、 まあ大阪市民から見てね、えー、東京都の知事誰か選んで、誰かになってもらったらええんちゃうのって言うんやったら、ああ、おそらくね、東京都にでもやん。東京都にでも、橋本徹さんと松一郎の二人が入って、ね、一回やったほうがええんちゃうのと思うけどな。大阪と同じことやってもらって。 公務員からソースン食らおうと、反対されようと、そのまま押し切って、結果、黒字になって、結果オーライやん。不幸になった人はたくさんいてるよ、そら。世の中は多数決の論理やから、あの、こういうとね、コメント欄に好きかって書いてる人おるけど、世の中のルールは、今のね、日本の世の中のルールは、多数決の論理やから。例えば、 NHK 党が20人候補を出して、他が一人、一人、一人やったとしても、勝ったら、勝てば官軍やん。だから、あの、多数決の論理っていうのは、これからだけも変わるやんねん。やったら、選挙に行って、こういうのが不愉快やったら、こういう人たちに入れないということをしないと、 次もまたやんねんから。うん。もうそろそろ、あのー、こういう人たちって目障りになってきたよな。世の中景気上がれへんのに、青いだろばっかり言うてんのは、目障りや言ってたやろわ。<laughs>